皆さん本日4本目を担当させていただきます武井涼子です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんもうね何本か受けられてるかと思いますので無理なくね今日の体調に合わせて行っていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日のエアロなんですけども、4面の方向を使いながら基本的な体の使い方だったり動きやすさを感じていただけたらなと思いますので、ぜひご自身の体をコントロールをしながら行ってみてください。両手で前にプッシュ、息を吐いて前に押しましょう。そうですそうです。はい、両手胸の前で叩きます。ここが丁寧にできると本当に怪我しづらい、本当にとっても使い方が上手になるので、意識的にお腹引き上げて OK です。いこう、後ろから一周しておへそ前前横斜め向こうに移動。自分の体がどこまでひねったら正面に気持ちよく戻ってこれるかを感じます。あんまりひねんなっていう、そう、足踏みだと思って。ここにアームがつきますよ。体重が小指にこんな感じで乗っちゃうなっていう方はおへそとももの前を近づけるようにすると足の裏安定しますよ。ちょっとの意識でね伸びる部分変わりますので意識しましょう。はい、膝緩めてゆっくり上がります。